セグロ蝶々魚は、スズキメ蝶々魚科に分類される魚類の一種。種商業は、ハイブの黒縁から、馬の鞍を意味する。幼魚サントスバタフライフィッシュ大変似ている種として、サントスバタフライフィッシュがいるが、両種にはといった、相違点がある。セグロと近い生態、性格であるが、この種は、インド洋にのみ生息しているので、 日本国内で見られる個体を種の動貞で誤ることは、まずない。雑食で、サンゴのポリプ、訂生性,性の小動物、海藻などを食べる。ボラボラ島のものは、おにぎりやパンにえ付いている。水深5から15メートルのサンゴ小域、岩小域に生息する。昼夜で、体色、模様が大きく変化し、夜になると、体が茶褐色になり、黒色部を縁取る。 白色体が目立つ。中、西部太平洋インド洋に生息。かなり広い範囲に生息している。国内では主に南西諸島や小笠原諸島の近海などの南方の温暖な海域で観察される。本州まで流れ着くことは稀で、本州での観察記録も少ない。海外では台湾、東南アジア、ハワイ、インド洋全域などで見られ、特にミクロネシアに多い。 上記、形態の項で述べたように、インド用にはよく、似たサントスバタフライフィッシュと本種の両方が分布しているので、インド用産の個体については種の同定に注意を要する。干渉魚として飼育され、水族館でもよく目にする。熱帯魚店に入荷される量は少ないため価格が若干高めに設定されるが、生息数そのものが少ないわけではない。性格は、 やや大人しめで気の強い魚とは一緒にしない方が無難。タンクメイトの剪定には十分注意を払いたい。ありがとうございます。